今回は、春に活躍する軽いアウターを紹介していこうかなと思います。オクテッドチャンネル。はい、ということでですね、いつもご視聴いただきありがとうございます。オクテッドメンズファッションチャンネルの安藤です。はい、今回はですね、春に活躍するまあ、ちょっと軽めなアウターをね、紹介しようかなと思ってまして、まだね、寒いこんな冬の時期ではありますし、何を言ってんだと思われるかもしれないんですけど、前回のね、僕の動画でもお話ししてたと思うんですけど、まあ、今の時期からね、春物が、アパレルの間ではね、こう入ってきて、もう1月中ぐらいには、店頭にはね、春物が並び始める時期でして、先取りしてもらうっていうのがね、やっぱりいいのかなと僕も思ってますし、その方が自分の好きなものとか、これ着たかったんだよねっていうもののね、サイズがあったり、色が選べたりとか、まあ、形が選べたりとかっていう幅が広いので、まあ、ちょっと早め早めに、やっぱりね、自分の欲しかったものとか、なんか、目をつけとくといいのかなと、僕もね、思ってるんですけど、今回紹介するのは、春物って、厳密に言えば春物ではなくて、秋冬に入ってきたものなんですけど、秋口と春先にめちゃくちゃ使いやすいアイテムが、冬物で入ってきてたんですけど、これをですね、実は入荷がめちゃくちゃ遅れてですね、もう真冬寒くなって、本当に、めちゃくちゃ寒くなった時期に入ってきたので、かなりね、遅かったので、動画でご紹介するのはね、ちょっとやめてたんですけど、まあせっかくなので、まあ定番中の定番のアイテムでもありますし、せっかくなのでね、紹介したいなと思って、今日はね、動画作っていこうかなと思っております。はい。で、まあね、着てるのも見てもらってると思いますし、ここにね、並んでるので、お分かりいただけたかなと、あ、またかと思うかもしれませんが、CPO シャツですね、シャツアウターが、やっぱりね、春先、秋口、中途半端な時にはね、重宝するんじゃないかなと思ってて、今回はそれの新作をね、紹介していきたいなと思ってます。はい。前回も、フランスのブランドのガリスっていうね、ゴリッゴリの、ガチガチのやつ。はい。まあ、あの辺を紹介させてもらってたんですけど、そっちはそっちで結構武骨で、そういったね、フレンチカジュアルが好きな方だったりとか、取り入れてみたいっていう方にはいいと思うんですけど、このジャンネットのこの CPO は、めちゃくちゃ軽い。最初から柔らかい。もう、なんなら、5年、10年ぐらいこう、着込んでるかのような感じになってたりとか、これからエイジングを楽しめるんですけど、もともと結構柔らかい、こう、軽い、ストレッチが効いてる、着やすい、みたいなね。シャツアウターになってます。はい。で、やっぱりジャンネットといえば、こう、なんていうんですかね、ちょっとリゾート感のあって、エレガントで、色気のある感じっていうイメージがね、結構あるかなと思います。はい。僕らが紹介しているシャツも結構スリムなやつが多くて、こう、ピタッとね、イタリアらしい、こう、エレガントな。セレクトさせてもらってるんですけど、僕個人的にはジャンネットさんのこういうシャツアウター結構好きで、数年前ぐらいにもうちでセレクトさせてもらってたことがあったみたいなんですけど、そのアイテムね、結構僕は推してましたね。はい。まあ個人的にこういう形が好きとか、こういう雰囲気が好きっていうのもありますし、前の動画から言ってますけど、こう上品とミリタリーみたいなね、この要素のこう掛け合わせみたいなのが、すごくね、大人の男性にはいいんじゃないかなと思ってるので、このアウターはね、特に、形とか、こう、肘感だったりとか、すごくね、いいなと思ってます。はい。で、まあ、これね、まあ、僕が着てるタイプの方からちょっと行きましょうか。デニムに見えてるかもしれないですけど、シャンブレーですね。はい。折り方がちょっと違うんですけど、まあそれでもデニムと同じように経年変化楽しめたりとか、素材の持ちがすごくいい。長持ちする、しっかりしてるっていうところと、さらにこれは、シャンブレーシャツね、ちょこちょこ紹介してますけど、ウォッシングディビジョンシリーズっていう、まあもともとね、こうかなり洗いをかけてこうガーッと洗って、生地クタクタにさせたみたいな、生地感の
シャツアウターになってて、めちゃくちゃ柔らかいんですよ。もう軽いし、なんか本当に着込んだ感じっていうのがもう最初から出てるような、はい、アウターになってます、はい、なのでちょっとこう表情もあって色が抜けてるので、こなれた雰囲気もねすごくあるんじゃないかなと思ってます、はい、でさらにちょっとストレッチもね若干効いてますかね。生地感自体はストレッチも効いてる感じですね、はい、でまあこういった感じでね、タートルネックとか今はね冬なのでちょっと合わせてますけど、ちょっと寒いときはこういうインナーでね、分厚めな、ミドルゲージぐらいのタートルネックにこういうシャツアウター合わせるだったりとか、まあそれをこう時期が変わるにつれて、クルーネックに変えてあげる、そしてハイエージに変えてあげる、そしてカットソーに変えてあげるみたいな感じで、インナーのこう厚さだったりとか素材感をこう徐々にね、こう春だったりとか冬だったりとか秋だったりとか、まあ、そのシーズンに合わせて変えてあげると、ね、すごくね、こう長いシーズン使えるので、めちゃくちゃいいんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、ちょっとこう、というか春先とかでもね、こう店頭で、カフェとか行ったり、まあ、ご飯食べに行ったりとか、こう服見に行ったりとかもしても、冷房がガンガンかかってたりする時とか、ちょっとこう、パッて羽織れたりとかね、するので、そういう時にね、すごく使いやすいなと思います。はい。で、生地も結構しっかりしてるので、まあ、厚めなね、素材にはなってるので、意外とね、着回しもしやすいんじゃないかなと思ってます。で、こっちのタイプはですね、一応、コットンの、ギャバジンですね。はい。コットンギャバジン。はい。トレンチコートとかでね、結構使われるような素材になってまして、こう、ギュッと、圧縮というか凝縮して編んだ、ような素材になってて、結構生地感はしっかりしてます。張りがある、腰があるみたいな感じですね。ただこれも先ほどのこのデニムじゃないシャンブレー同様に、結構ねこうしっとりした柔らかい、質感になってて、触るとねちょっとわかるんですけど、ちょっとこうピーチスキンっぽいようなね、若干肝感があるような、素材になってます。なんでまあガシガシ使ってもらって、こうガンガン洗って当たりとかつけてもらってクタクタにするっていうのも、もちろん大丈夫ですし、それでも型崩れもしにくくて、意外とこう風とかも、防げるのでいいんじゃないかなと思ってます。はいですね。まあオリーブとホワイトと、今年はね、2色でこっちのコットンのタイプは展開してまして、シャンブレーの方はこのブラックかな、ブラック一色だったかなと思います。はい。まあ、どっちも本当にいいなと思います。はい。ここは好みですね。はい。ただまあ、ちょっとこうミリタリーっぽく、武骨なやつがいいなという方は、やっぱりこういうオリーブがいいですし、なんかあんまりこうゴリゴリになりすぎちゃってもなっていう方は、こうあえてね、こうホワイトとかで、こう優しく決めてもらうのもいいかなと思いますし、ちょっと都会っぽくね、こうスタイリッシュな感じで、シャンブレーとかっていうのもいいんじゃないかなと思います。まあそれは選び方はね、本当に好みによるかなと思うので、自分の気に入ったものがあれば、それが一番いいかなと思ってます。はい。で、まあシャツアウターの着こなしはですね、結構散々動画でお紹介してるので、あんまりね、こう言うまでもないというか言うこともないかなと思うんですけど、僕はね、こういうちょっとこう都会っぽく合わせたいっていう時は、まあ、今の時期だと先ほどお伝えしたみたいにタートルネックだったりとか、まあ、ちょっと綺麗めなニット合わせて、スラックスとか、まあ、ちょっとね、見えないかもしれないですけど、今グレーのスラックスを合わせてて、まあ、こういった感じで、ちょっとこうジャケット代わりにこういうシャツアウターを使う。そういった使い方がね、いいんじゃないかなと思ってて、まあこれじゃなくて、例えば普段ジャケットを着るような、アイテムだったりとかコーディネートで、まあ一点外しとしてこういうジャケットをシャツアウターにしてみるとか、まあシャツジャケットにしてみるみたいな、そういう着こなしもね、すごくいいかなと思ってます。はい。まあ、あとは単純にね、こう、この辺とかだったらブルーデニムとか、インディゴブルーみたいなデニムに、まあ、ゴリゴリに行くんだったら、こう、ボーダーのインナーだったりとか、はい、そういう合わせもね、全然ありなのかなと思ってます。はい、まあ、フレンチカジュアルっぽい感じでね、合わせるのもいいかなと思います。
このジャネットさんのね、このシャツアウターは結構サイジングがね、緩いです。はい。まあ、こっちのカメラだったら多分見えるかもしれないですけど、丈もお尻隠れるぐらい、僕で今 S サイズです。まあ、スペックはこんな感じなんですけど、結構、まあ、腕周りはそんなに太くないんですけど、身幅にゆとりがあって、丈もね、長めな感じですね。はい。こういう感じです。ボタン止めてもだいぶゆとりはありますかね。はい。まあ、こんな感じです。結構ゆったりしてますね。この辺はもうこういう着方をしてもらうものだと思ってもらった方がいいかなと思います。あんまりこうガバガバに大きいようなね、サイズ感だとちょっとこう着られてる感が、あるかもしれないですけど、まあ、多少ねこうゆるっと着てるぐらいだったら、すごくねこう肩の力抜けて、なんかおしゃれ慣れてるなーって感じがしてね、いいんじゃないかなと思ってます。というわけでですね、まあ、今回はね、ちょっとこう、ジャネットさんの、シャツアウターが、まあ、春先に向けて、すごくいいんじゃないかなと、思いましたので、まあ、動画でね、ちょっと紹介をさせてもらいました。ぜひ気になった方は、実際にね、こう見てみて、試してみてほしいなと思います。まあ、すごくいいアウターですし、まあ、中途半端な時にはめちゃくちゃ使いやすい、重宝するアイテムだと思うので、ぜひね、ゲットしてみてください。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。